こんにちは、アスブンジャーです。今日はまたまた遅くなってしまったんですが、先週の仮面ライダーエグゼード第33話の感想です。まず最初は久しぶりの院長のやり取りですけど、やっぱり面白いですよね。ムードメーカーです。そしていきなりダン・政宗がパラドのアジトにやってきましたけど、どうやって場所を突き止めたんでしょうかね。プロトガシャトを取り返した時もそうでしたけど、本当有能ですよね。そして今まで余裕だったあのパラドがめっちゃ怯えてましたよね。今まで不死身だったので、自分が死ぬなんて想定外だったので、ラブリカが殺されたことで初めて死の恐怖を覚えたんですよね。そしてグラファイトと戦ってるとクロノスが現れてポーズされて、ヒーローさんがさらわれてしまいましたけど、いつの間にか変身が解除されてましたよね。そしていつの間にか戻ってきた時、院長がダン・政宗にやられたそうだってなんか違う意味に聞こえますよね。それにしてもマスターガシャットなんてあったみたいですね。おそらくクロノスに変身するにはどの仮面ライダークロニクルでもいいわけじゃなくて、マスターガシャットをバグルドライバー2にセットして、しかも完全な交代がないとなることができないのかもしれないですね。いきなりソルティが消されましたけど、そもそも最近他のバグスターが出てなかったので、ガシャットロフィーを持つライドプレイヤーをやっつけない限り復活できないのかと思ってたんですが、どうやら一定時間経過するとか、あとはパラドたちがいつでも、好きなように復活させることができるのかもしれないですね。そしてあのボードに当然ポッピーも乗っていたので、いつでも消される可能性がありますね。その後クロトが親父に会ってわざとやられて、 M とヒーローで襲いかかりましたけど、やっぱりポーズされましたね。でもクロトはバグルドライバー2の中にいたのでポーズがかかっていなかったんですが、後ろから腕を押さえつけただけでは全然ポーズのボタン押せちゃいますよね。というかその時のクロトの笑顔が素敵すぎでしたよね。そしてダン・政宗のスカウトを断ったと思っていたヒーローさんが M をやっつけてしまいましたね。実はサキちゃんを復活させるために裏切ってたみたいですね。 CR に戻ったのはスパイとして情報を聞き出すためだったというわけですね。そのやり取りを見ていたパラドさんが急に心がたぎってましたけど、どういうことかなと思ったら、予告でパラドが M にヒーローさんを倒させようとしてましたね。来週はついにキリアさんの復活ですね。というわけで次はウィークリーエグゼードです。今週は仮面ライダーゲームのウィザードゲーマーの特集です。ウィザードソードガンの完成度がすごく高いですね。こんな感じです。かっこいいですね。ボーナスパーツとしてゲームのレベル1の頭部がつくみたいですね。こんな感じになるみたいです。ただし残念ながらこっちの方の背中につける方の頭部はレベル1のアクションボディにつけることはできないみたいです。これでレジェンドライダーが全員コンプリートですね。そしていよいよ来週は皆さんお待ちかねのあのライダーが初登場ということですけど、多分ポッピーのことですよね。ちなみに発売予定の方ですけど、ダイソードの方ですね、6月19日決まったみたいですね。楽しみですね。というわけで仮面ライダーエグゼードの33話の感想でした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。